うまくいくといいね。あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。嘘ね。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。俺たちが探さなきゃいけねえよ。アイスバーグさんは麦わらの一味め。チキショウ。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえな。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いねえ。ならロビンはもう一度アイスバーグを狙う。そこを捕まえる。情報が町中に広がってむやみに動くわけにはいかねえ。の方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。麦わらの海ってのはどこだ。おい、お前がフランキーか。俺はお前を吹っ飛ばさねえと気が済まねえ。
じゃ情報を集めるところじゃねえ。ガレーラカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。麦わらの一味か。うまくいったか。この調子で騒ぎを起こすんだ。あれがロビンちゃんの本心とは思えぬ。もう一度会って話すんだ。レーラカンパニー前の守りが薄くなってきたな。おい、門の外の人数が減っちまってる。増援を送れ。扉が開いたみてえだ。この隙に侵入するぞ。よし、夢に嫌
られてえのはどいつだ。古代兵器さっさと上がってこい。お前邪魔するな。まだロビンとの話は終わってねえ。逃がすんだか。いいわね。